はいどうもエリチビでーす。今日は納豆キムチマヨご飯とソーセージとハムエッグを食べていきたいと思います。売ってないけどお味噌汁もあります。なんかもう最高の朝食って感じね。では早速いただきましょう。いただきます。いきなりコーラかよ。やっぱり私はソーセージにもケチャップなんよね。みんな何かくるんやろ。コメントでケチャップ派の人多いよねってあってんけど、ケチャップじゃなかったら何、マスタードとか。でハムエッグも私はマヨネーズなんですよ。納豆キムチマヨ大好き。うん、美味しすぎ。よくマヨネーズいらんやとか言われんねんけど、このマヨネーズが美味しい。やっぱり納豆って好き嫌い激しいと思うねんか。うちの家族も私以外多分みんな食べれへんから。初代大食いおばあちゃんは納豆ももちろん大好きやけど、で私もちっちゃい頃めっちゃ苦手やって。納豆おばあちゃん家泊まりに行ったらさ、絶対朝納豆ってくるしめっちゃ嫌やって。まあでもちょっと頑張って食べてた。初代大食いおばあちゃんはめちゃめちゃ厳しかったの。昔残して怒られるから食べてたんやけど、ほんまにでもやっぱり苦手やって。ずっと大人になった時に健康のためにやっぱ食べた方がいいなと思ってて、でなんかキムチと納豆がいいみたいな書いてあったから、これにマヨネーズ入れたら美味しいんじゃねって思って、入れたらめっちゃ美味しくて、全然そっから食べれるなんて大好きになって。これで納豆が食べれるようになる人がいるかもしれない。納豆嫌いな人ちょっと試してみて。あ、納豆嫌いけどキムチとマヨネーズできる人はやってみてほしい。なかなかおらんで。
疲れ様でした。